はい、今日は千葉の滝巡りをした時の記録です。ここはですね、清和県民の森の近くにある、三島湖と豊房湖って湖があるんですけど、その豊房湖を越えて、豊房、大滝っていうところですね、行ってきました。ここはですね、道を歩いてると下の方に川が見えて、そこに、降りていくんですね。降りていくと、そこに、子供たちがですね、大はしゃぎしてましたね。プールと滑り台みたいな感じで遊んでました。はい、ここが川に降りてですね、少し水が少ないですけども、そこを少し歩いていくと、滝があります。ここ橋の下なんですかね。滝壺も大きくて、その中で泳いでる人たちもたくさんいました。夏のね、山百合ですかね。はい、綺麗です。ここはですね、次のところですね。ここはよもぎ不動滝に行くところですかね。ここはちょっと一番最初に行った時はよくわからない場所だったんで、車をですね、大通りにちょっと駐車スペースがあるところに止めて、そこからですね、1キロ近くですね、歩いて入っていきます。でようやくここによもぎ不動滝自然観察園って看板出てて、ここ降りていくとですね、ここはね、ひっそりと誰もいない空間です。これ滝自体はですね、小さい滝で、ここからですね、少し滝壺があって川が流れてるというような感じのところです。オタマジャクシとかもいますんでね、水がめちゃくちゃ綺麗です。ここはですね、観光地になっちゃってね、バスは来るわ、大混雑で、大変なにぎわいになっちゃってます。ここはですね、朝一早い時間に行かないと、ハートの、影が日差しのハートの感じが見れるんですけども、そうですね、今度朝一行ってみようと思います。